まあ好きなのもあるけど、実は最近大学のサークルで邪馬台国から大和建国までの話題がブームなのよね。サークルって何入ってるの？兄様ってこういう話が好きだったんですね。知りませんでした。私も。確かにその通りだけど、でも私も日本史の勉強をしようかな。うん、絶対面白いわよ。私には無理。やっぱり歴史って苦手だよ。面白いのにな。残念。そんなの私にもわからないって。バカ。いいもん、そんなの言えなくたって。だから、あのね、私はお料理が上手になって、家事もきっちりこなして、可愛いお嫁さんになれればそれでいいもん。秘密。あらあら、見せつけてくれるわね。ごめんなさい、兄様。私、ここで失礼します。
ちょっと知り合いの姿が見えましたもので。じゃあまた明日ね、さゆき、夏越先生。あの子、よくは知らないけど。神宮で瑞希ちゃんのそばにいつもいる子だよ。ふふんふふんふふん。明日は一緒に学園行こうね。おやすみなさい。
お兄ちゃん。おはよう。ちょっと待って、お兄ちゃん、エリナがまだだよ。今朝ちゃんと起こしたんだけど、もしかしたらまた寝てるかも。待ってたら。早く様子を見に行った方がいいんじゃない？うん、見てくるよ。やっぱり寝てた。それにしては結構早かったわね。ご不明くにゃ。多分大丈夫だよ。朝はよくあることだから。高吉新作好きです。はい。知らないですか？長州藩士ですよ。ガムはキシリトールです。はい。うちのエチケットガムです。
園で磨くです。他にもあるです。例えば眠たい授業にはこれ、眠気すっきりガムです。聞きますよ。というよりお菓子は持ち込み禁止のような。やです、先生、固いこと言いっこなしです。遅いです。ここまで来たらもう走らなくても大丈夫だよ。おはよう。初日だというのに随分ギリギリね。朝礼があるから早く荷物置いてらっしゃい。視聴覚教室の隣が矯正の先生方の控室になってるから、視聴覚室はわかるわね。朝礼は中運動場であるからそのまま向かいなさい。私は先に行ってるわね。あ、みさきくん待って。
ほら、廊下は走らないの。